皆さんこんにちは。皆さんは呪怨のゲームがあることを知っていますか？そう、このゲームはですね、あの呪怨の世界を楽しめる怖い怖いゲームです。ちょっと始めます。で、このゲーム俺2017年ぐらいにやってるんですよ。そうですよ、ここでやってましたね。はい、これ一応俺全部のエピソードをクリアしてて、まあ死ぬほど怖くて心臓が出そうになったんですけど、ちょっとね部屋を掃除してたらこのゲーム出てきたんで、うわやろうと思ったんですけど、実際にねこの画面を見るともうやりたくないです。はい、なんかやろうって思った時と実際にこの画面を見た時のこの感情ね、感情の違いが半端ないんですけど、今回この肝試しモードっていうのをやったことがなくて、これちょっとどんな感じのやつなんだろうかわかんないんですけど、あ、性別を決めてください。はい、ちょっと2年ぐらい経つんで本当に覚えてないですね。僕双子座です、よろしくお願いします。あなたは男性双子座でよろしいですか？はい、よろしくお願いします。うわー、怖い、もうすでに怖い。この迷い込んだかジョジョっていうステージを今回やっていこうと思うんですけど、これって肝試しモードっていうけど、何これ、どういうモード？全然事前に調べてきてもない、なんかとりあえずあったからこのモードをやろうっていう感じなんですけど、ちょっとこのゲーム本当にぶっちゃけ言うとこれ一人でやるゲームじゃないと思うんですよ。はい、なんでこのゲームやろうと思ったの俺。あー、ワンちゃんだ。ここら辺はちょっと覚えてるんですよ。やっぱ一番最初のシーンって若干覚えてますよね。うん、鈴木、君の名前は鈴木だろ。なんでこのワンちゃんわざわざこんな怖いとこに行こうとするの。あー、いる。うわ、もう全然覚えてない。このワンちゃんが出てくるシーンを覚えてるのに、この足が出てくること自体を忘れてました。アイビーったら急に走り出しちゃって、一体何を追いかけてきたのかしら。もう使われてない工場みたいだけど、勝手に入って大丈夫かな。出てこないみたいだし、探しに行かなきゃ。とりあえず夜でこんな廃工場に入ろうとする君、頭おかしいんじゃね。アキホ、いやこれはメイホかもしれませんね。いやだ、来たよこのゲームの、やべえよ、もうやりたくねえよ。ちょっと待って、間違ってプラスボタン押したらもう勝手に始まっちゃった。待って、これやぼ、俺こういう主観視点のゲームだけは本当に無理。やべ、俺こういうゲームやると本当に喋れなくなっちゃうんですよね。で、ここ近くに行くと閉まるんですよね。はいはい、閉まるのは覚えてます。で、ここを調べようとすると確かね、クソガキが出てくるんですよね。あ、ここは覚えてる、ここは覚えてるから全然怖くない。ただ突然来るやばいやつ、あれだけはやばい。あれが起きたらもう俺死ぬ。吠えないで、ちょっと。で、これ電池がマジで重要なゲームなんですよ。ジューン予備電池。そう、これ電池の減る量が半端ない。マジやべ。この、あ、どこ行くんだっけこれ。なんか鍵を見つけるみたいな感じじゃなかったっけ。声どうしたか、声出しとけばあまり怖くないかもしれない。これ手に入ればいい、ちょっとね、この操作性が結構やばいんですよこのゲーム。これ、ウィーリモコンたまによく意味わかんない方向に向くときある、このゲーム。やばい、これ、鍵を取った瞬間来る。くる。くる。絶対来る。ここ、来る。覚えてる。はい、はい、おい、うるせえよ、バカ。やめて。いる。鈴木、いや、佐藤勝る、お前そこにいたのか。お前はやばいな、本当に。ちょっと待って、これどこ行くんだっけ。ここじゃない気がする、確か。ここじゃないんですよ。まだここじゃなかった気がする。ここまだ開かないよね、確か。なんで、調べれねえし。は？違う、あ、ここ！そう、ここだ、ここ。ここに入るんだ。髪の毛がブワンブワンしとるやん。あれ？じゃあ、ここじゃねえ、どこだっけ、本当に。あれ、ここだっけ。だってここ鍵使えなくね。 A ボタンで出るはずだけど。なんで、あ、いった。なんやねん、なんで A ボタンめっちゃ連打しとったよ俺。これで確か貞子じゃなくてかや子が来るはずなんですよ。なんで貞子出てきたん。ちなみに俺最近貞子 VS かや子って映画を見たんですけど、あまりにも怖くなさすぎてちょっとびっくりしました。
で、ゲームは怖い。本当に怖い。このゲームはちょっと一人でやるもんじゃない。ここで確かかやこさんがボーンって手を押さえてくるんです。はい来たほら。で、これの、右、左、おはよう、おはよう、かやこ。はいはい、もうここは正直言って、嘘ですね。今のは正直あまりビビってませんでした。はい。来るの分かってましたからね。ただ、こういう演出じゃなくて、この時折来るいきなりのびっくりイベントみたいなやつが本当に怖い。あれ、こう電話来なかったっけ？にゃ。これたまになんかすげえ、いやほらね、いきなり組んだもんおめえ。これだから言ってんだよ、こういう演出が一番怖い。なになになに、勝手にこうやって動いてる。あ、そう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 、これ確か電話が来るんすよね。意外に覚えてる。こういう場面に遭遇したりなんかちょっと気を、えっ、おいおめえ誰だよ、おめえ誰だよ、電話来ねえし。そんなんあったっけ、あんなんあったっけ。正直全然覚えてへん。全然覚えてへん。あ、ちょっと正直でちょっと怖さ慣れてきたかも。この、お前マジ誰、お前マジ誰、本気で誰、お前マジでちょっと顔覗かせんじゃねえよマジで。ビンタするよ本気で。何何今の、ちょっと待って待って待って、た、ほんと操作性やばいこのゲーム。いきなりクイックターンみたいな感じで振り向くのやめよう。本気で俺が今操作したのって感じで、し、怖え。振り向いたらいるやめて、振り向いたらいるやつやめて、怖え、ほんと怖え。喋って、ずぃー、喋ってなきゃ本当に、ちょ、マジこの操作全然うまくいかねえ。これ、ビー出荷灯の鍵、上向かないでって、ほんと操作性どうしたん。ウィーリモコン急に自我を持つなって、はい、急に冷静になりました。待って、本当に本当操作性ピンピン、本当操作性ピンピンやなこのゲーム。こっち行って、こう、そう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 、で、え、どっから来たっけ俺、こっから来たんじゃねえので、こさっきこうクソが効いたからこっちやん、こっち。周り見たら危ない。周り見たらちょっと心臓止まる。どっち？あ、こっちから来たからこっちだ。うわぁ！こんなとこあったっけ？あ、これ来る！すごいやつ来る！これは来るよ。なんで俺このゲームやるためにわざわざ電池買ってきたんだろう。なんで？なんで俺このゲームやろうと思ったん？数十分前の俺。ちなみにオープニングのあのタイトルのところで何回も撮り直しました。はい。あ、これ来るんじゃなかったっけ？来ないね。あ、ここで電話が来るんだ。え？ちょっと、何この操作性？本当に。ちょ、何しとんねん！え、でも案外スムーズに進めてね。え、結構進めてね。正直、スタートボタン押して、すぐにでもやめようと思ってたけど、意外に進めてね。で、確か今左に扉があったんですけど、あそこはまだ鍵が開かない。ん？待って、一回調べよ、ちゃんと。ちゃんと調べとこう。開くかもしんない。俺の記憶違いかもしんないから。え？あ、怖い。もう音一つ一つで死ぬ。音一つ一つで死人が出ると思う。電池見っけっぴー。はい。汚れで4つ分になりましたね。え？け、え？うん。はい。これ上がいけるけど。あ、なんだっけ、一回上に行くんだ、一回上に行こう、一回上に行こう。なんかある、なんかあるけど、あれ確か電池だった気がする。電池だと思っとこう。これ確か上がやばい気がする。上がすごいやばかった気がするんですよこれ。え、来るよこれ。確か覚えてるもん、どっかからすっごい怖いやつ来る。来る。あ、やっべやっべ、これやっべ、これやっべ。非常口のこれすごい安心感があると思いきや、どうせこのゲームに非常口なんてもうね、どうせ塞がれてる。なんだっけこれ、なん、ちょっと待って、ちょっと待って、見るのやめよう、本気でやめよう。ちょっと、心臓が若干止まってるんですよ、俺今。なんか6秒間くらいちょっと今止まったんですよね。だからちょっと、あまり怖いやつ見るのやめよう。で、確かここで、エレベーターを呼ぼ、うぃー！猫が事故った音が聞こえましたが、無視しましょう。これが、そうそうそう、で、ここの下の扉のところの鍵なんですよね。はい、そうっすね。で、ここは、何上向いてんだよ。ちょっとやめて、操作性ほんとピンピンやん。あ、
大丈夫か？あ、これ確か戻るときに来るんじゃなかったっけ？戻るときに来るんじゃなかったっけ？そこの扉から手がボンって出てくるんじゃなかったっけ？俺は覚えてるよ。来るのは分かってるからちょっとここで見ときましょうか。来るの分かってるからね。来へんのかい。来ないんか。俺がただシンプルに恥ずかしいやんけ。普通にこのまま下に行きましょう。で、この下にブレーカーがあるからそこをなんとかするんすよね。はい。怖い。喋ってなきゃ死ぬ。ほんと怖い。同じことしか言えない。こういうゲームやってると本当に同じことしか言えない。早く降りて。ってか走ろう君。走ること知らねえの？なんか死んでるし。ネズミちゃんが3匹死んでますが、何の意味があるんでしょう。これでビビるならちょっと人間性を疑いますね。こんなのビビったらさすがに人間性を疑いますよ。いくらビビりでもネズミが3匹死んでるだけじゃビビりませんよ。まず電車取りましょう。電車取って早く。ネズミここにも死んでんじゃん。さすがに怖い。ネズミ何匹死んでる？これ7匹、8匹くらい死んでんじゃないの？ここで脇とかにいるし、ネズミほら。あ、手形がピュンピュンしてる。で、ここで、あ、レバーが必要だったんだ。そう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 。あ、やばい。若干、慣れてきた。慣れてきた感ある。え、やべ、喋んなきゃほんと怖い。喋んなきゃほんと怖い。喋んなきゃほんと怖い。喋っとこう。ほんと、はけて。はい、で、はけて、はけ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 、よし。ここ確かなんかあったんだよな。覗く、そう、わざわざ覗かなくていいからさ、もう、パッて入って、スッて入って、シュッて入ってさ、そういうことよ、そういうこと、そういうこと大事。さあ、確かここ開ければ。は？は？え？違う違う違う、真ん中真ん中、真ん中でしょ、真ん中。違うって！なんで何もないのにもう一回調べんの、アキホちゃん。頭チンパンジーか。何もね、えぇ！ふせかたパルトンチンプンチプンチンプーン。めっちゃ後ろにあるやんけ。何この操作性、ほんと、ピンピンやん。ほん、もうずっとピンピンしかやん。確かここに電池と、鍵があるんですよ。鍵がなきゃ進まんし。ちょっと、あ。じゃあこれほんとやればわかる、この操作性のピンピンさ。操作性悪いって言っちゃったらちょっと申し訳ないんで、ピンピンさってちょっとごまかしますけど。鍵。これ取れるっけこっちから。違う、回り込まなきゃいけないんだ。手伸ばせば取れるやろ、あきほちゃん。ふふんちにかーぱん。はい、三度目はさすがにビビりませんよ。あ、おお、あ、あ、ちょっと待って、ほんと待って。どんだけ落ちてくるん。電源のレバー。はい、これ覚えてますよ。どん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 ってくるよ、確か。あれ来なかったっけ。え、なんか机を走り回るみたいな音聞こえなかったっけ？あれ？そんなことなかったっけ？とりあえず、行こう。早くもう行こう。早く脱出しようて、ゆとりますけどの。はい、来ない。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 あれ、電話とか来なかったっけ？このゲーム。うぅ！来たー。ああ。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。はい。なんて言ってたかありましたか皆さん。今ね、かよこはですね、あのお寿司で、なんかあのお寿司らしいです。はい。どんだけキョロキョロする。そんなキョロキョロしなかったよ今まで。今なんでそんな急にキョロキョロし始めるん君。でももうちょい最後ですよこれ確か。電源のレバー入れた後上に行ってエレベーターを押したらなんかカヨコに押されるんですよ多分ね。はい、もう完全にネタバレしますが、このゲームを初めて知る人にはあの完全にネタバレしますが、そういうことです。逆にね、逆に皆さんに注意喚起してるんですよ。ここ怖いよっていう。俺だけ怖いけどねって。なんで俺分かってんのに俺こんな怖がってんのって思ってますけど。はい、早く早く早く、もうつけて、はい、つけてピンして。でもこれ何も知らない人多分これこの電源のレバーなんて思わなくね。はい、音が聞こえました。さっさと行きましょう。電池めちゃくちゃあるね。だいぶ余裕じゃん。あんまりビビりじゃ、ビビりじゃないんじゃないの俺。逆に逆にビビりだった人あれだよね。そんなに進めなくない？スムーズに。やばい、具合悪くなってきた。普通に具合悪くなってきたんですけど。何？このゲーム呪われてる？まあ確かに呪音だからね。このゲーム自体呪われててもおかしくはないですが。はい。もうとりあえず喋ってなきゃ本当に死にかけるんで、このゲームは。あ、これ確かもう、ここで来るはずてか。来るよ。わかるもん。なんで来ない？ここ来るでしょっていう時なんで来ないの？
逆にそういう怖がらせ方？まあまあまあ、ここで、あともうエレベーターを起動させられるんですよね。開いてますね。で、ここに入ろうとすると、入れるんですよ。はい、びっくりした！そうやって出てくるっけ？後ろから出てこなかったっけ？かやこさん。これ結構美人だよね。頑張れば。君！え？これ結構操作シビアなんだよな。あれ？え？あれ？あれ？あれ？終わり？え、もっとめちゃくちゃ追っかけられなかったっけ？あ、それであれビビって、その、なんか上が割れてる扉のとこに行くと、確かね、手が出てくるんですよ。まあ、怖いからやりませんけど。これで、怖っ。よし。びっくりした。アイビー鈴木、アイビー鈴木、アイビー鈴木。なんか、外国人みたいな顔してるね。アイビー、あれ大丈夫だったっけ、あれこれもうなんか終わりじゃね、行ってこい、アイビー倒しに行ってこい、お前ならいける、あいつはワンちゃんは、じゃんワンちゃん弱点だから。よし、終わった。あえあえ、え、これ、え、結局俺肝試しモードをやったんですけど、呪いは死んだ者が生前接していた場所に蓄積され行となる、ちょっとかっこいいね。待って、あなたは筋、なんで？え、めっちゃ進んでたやん。周りの人はむしろあなたにビビっています。ほんと大迷惑。気が変わりやすい双子座だから、今は平気な顔してるんでしょうね。わかる？ふぅ、うあ、でもヘタレ度がそんなにない。え、てか、全然ない方じゃないこれ。ビビリ度はクソほど高いけど、逆にこのゲームでビビない人いないでしょ。え、まだ俺完璧な方じゃないの？え、あえて、ビビら、絶対あれ、低いことならないんじゃね逆に。え、もう、ちょっと、え、でも、案外、いけたくね、いけたくね、あ、でも、こうやって調子乗ると多分、続きやってくださいみたいに言われそうなんでやめますね。はい。ということで皆さん、この恐怖体感14というゲームですね。結構高いですね、まだね。結構高いんですよ。これ結構プレミア価格みたいになってるんじゃないですか。はい、ということで皆さんもね、呪われてください。はーい。